皆さんごきげんよう、いかがお過ごしですか。面白岡彦の日野です。よろしくお願いします。こんにちは。はい。なんかいつもだ。ちょっと久しぶりです。おやすみ、すいません。はい、今日の話題、今日ね、あの一個まずこれ、うんうん、あの種一個をやってるじゃないですか、うん、今、うんうん、で、ちょっと前から出来上がって、出来上がってってないので、うんうん、育って持ってきてくれる方が、うんうん、今そうマリーゴールドで、うん、この間持ってきてくださったのはジニア、うん、どう種彦、種彦ね、あ、まあね、そんなにいないけどやってくれてる人、なんかでもやっぱちょうど時期的に育ってきて、あとね、あの沙織さんも持ってきて、うん、ってか持ってくるのちょっと難しいの、函館で育ててるから、うん、だから写真が送られてきた、うん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 、育ってる。そうですよね、うん、はい、いい感じで。続きもやったらいいんじゃない。あ、うん、なんか、これは星野さんがくれたんだけど、うん、その中でまた別のでやりたいっていうふうに言ってくれてて、じゅんぐりやったね。そう、季節で、うん、なんか種がどんどん変わっていくから、うんうんうん、そう、それも面白いかなっていう感じ。なんかそう、花や、まあこれだけだと足りないっていうかさ、うん、ちょっとね、全体的だとないから、うんうん、買ってるけど、やっぱりこうやって届くと、うん、嬉しい、うん、嬉しい。なんかね、そう、でもなんか暑いからすぐダメになっちゃうんだけど、うん、やっぱこう抜いちゃうとね、うん、でもなんかやっぱ違う、なんか置いてるとなんかね、そう、気持ち的になんかね、うん、そう、違う、いいよね、うん、うん、そう、いいなって思う。で、引き続き、うん、引き続き、うん、あのやりたい方ご連絡欲しいです。なんかね、それに伴ってね、はい、花瓶をちょい買い出してるの。それも新しい。そう、これお客さん来てないのにちょい買ってるっていう感じ、まあ、そういうのは大事だよね、うん、大事、うん、本当にモチベーション下げたら終わりですか。いや、そうなわけよ。モチベーション下がったら終わりですか。そう、だから気持ちを上げる工夫、はい、っていう感じ、はい、そう、種彦募集中です。よろしくお願いします。続いてはあのね、またちょっと悩みっていうか、まあ本当お客さん来てないからしょうがないんだけど、梅寒天が出なさすぎて、うん、美味しいのに、うん、ちょっとそれがね、残念っていうか、まあ、しょうまなんかさ、もういろいろ出したいものいっぱいあるわけなんだけど、うん、ちょっとな、あのショートケーキは出てんの。いや、ショートケーキもさ、出てないよね。出てないに決まってるよね、お客さん来てないから、うん、これ特にひどいよね。いや、なんか、いや、オリンピック、あ、まあね、うん、前後で、そう、なんか毎年梅雨っていうか、ゴールデンウィークが終わって、うん、そう、梅雨に入って夏に向けてちょっと客足が落ちていくんだけど、うんうん、それはもう絶対にそういう流れだけど、うん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 、もう特にひどい気がする。なんか本当にあれ、なんだっけ、緊急事態宣言、一番初めの緊急事態宣言なのかっていうぐらいの、あ、去年の感じに、もう7月8月とかは、うん、渋谷は、うん、で、三茶も三茶で、まあ来てなくはないけど、やっぱり落ちてるというか、うん、なんか波はあるにせよ、まあ来てなくもないんだけど、そう、なんか本当になんかもう街でしかなくて、え、あのウェイト、まあ、ウェイティング、あ、街ね、多分じゃない、うん、何、ま、町の姿勢ね。あ、そう、ウェイトじゃないか、うん、待てか、うん、まあ待て。まあ犬のウェイトってやつね。うん、うん、本当にそんな感じで、いや、今日もひどすぎて、うん、いや、なんかもう顔覚えてるもんねって感じ、なんか全員今日のお客さんの、うん、もう昨日とかも、うん、どうなっちゃうんでしょうね。本当にね。
他の店とかってどうなのかなって思うんだけど。いやダメじゃない、同じなのかな。でもここまでひどいのかなと思って。うーん、まあ来てる店は当然来てる店はあると思うけど、ね、うん、でもあの来てる店があるからといって、うんうん、あの来てない店だってほら来てる店っていうのはさ、うん、人気があるから来てるわけでもないでしょ。なんいや人気があるってね、なんて言えば、うん、まあね、でも人気をどう見るかっていうところにもよる気がするんだよね。うん、どういうことですか。人気っていうか、なんか、まあ、例えばなんだけど、ちょっと前とか数年前とかだと、なんかパンケーキとかさ、うんうん、なんだタピオカ、うん、とか、なんかああいうものをめがけてくる人気とさ、ちょっと人気、そのお店としての存在っていうか、としての人気っていうか、うん、っていうのとあると思うんだけど、うんうん、そのパターンっていうか意味合い、うん、人気の意味合いっていうか、なんかさ、その一過性の人気で来てるお店はもちろん今もあると思うんだけど、なんかそうじゃなくて、こんな時でも長く続けてるというか、長く続けてるに限らないのかもしれないけど、なんかそういう意味の人気でにぎわってるみたいなお店も、なんか、うん、そう、休みの日とかにね、こういろんなお店行くと見ててある、うん、あるのよ、うんうん、なんかだからそれはなんかね、すごいなと思うの。その、タピオカとかじゃない方の、うん、普遍的な人気っていうのかな、なんていうのかな、うん、なんかさ、それの違いっていうか、なんか、わ、何なんだろう。うちはどうなの？なんか、いや、まみっこはなんかタイプっていう言い方もちょっと変だと思うんだけど、で見るとそういうなんか一過性のものっていうよりは、うん、そう、地道に通うお客さんみたいなのがいる人気の方の分類に分かれると思うんだけど、うんうん、なんかそもそもの裾野っていうのかしら、うん、なんかそれの広さが違うのかなとか思ったり、まあ、あと、うん、まあ、場所の問題も絶対あると思うし、なんだろうな、あとはそのなんていうのかな、そのメニューの人気っていう意味とお店の人気っていうのバランスが取れてるっていう意味なのかもしれないし、まあ、なんかそのお店によってちょっと違うじゃない、その分配比率、それがまみっこってどうなんだろうって思う最近。わ、うん、かりますか？言ったことわかります。でも三茶と渋谷と比べてみてどう？なんか三茶はそのなんだろうな、普遍的な人気みたいな感じの匂いはする。うん、でも渋谷でさ、そもそも町自体がなんかこう波がある、うん、来客っていうか歩いてる人とかの波がある気がするから、そこでまたちょっと違うよね、うん、同じお店なんだけど、うん、それだから三茶に入るとそれはなんかすごい感じるかも、うん、まあ、渋谷がダメってことね。まあ、そう、なんかずっとさ、この番組でも言ってるけど、そう、渋谷がダメ、うん、ダメ、そうだね、なんかダメっていうか難しいよね、移り変わりが激しくて、お店だけに限らず、なんか街全体が世話しないっていうか、うん、なんだろうな、あえて行くっていう感じになるから、
その人たちを増やさないといけないけど、でもさ、それもそれでさ、やっぱりね、その人たちの生活もあるから、なんか難しいな、うん、あとは渋谷の店は、まあ、常々、ね、うん、思うかな。なんかでもそのなんて言うんだろう、普通普遍的な人気みたいなところを目指すのってどうしたらそうなるのかしら、こっちでコントロールできることなのかなっていうのもちょっと最近思うんだけど、なんかさあ、例えばこうパッと行けるところにはあるじゃない、うん、まあ、パッと行けるっていうか、そういうところじゃなくてもなんかさ、車とかじゃないといけないみたいなさ、うん、お店とかもあるじゃない、うん、だけどいつも賑わってるみたいなところ山奥でもとかがあったりっていうのってさ、まあ、そこめがけていくんだけど、なんかめがけていくにしてもさ、とか正蔵さんとかもさ、うん、なんかわざわざ行くっていう感じだけども、なんかそれなりにさ、お客さんが来ててっていう時間帯がずっと流れてるっていうのって何なんだろうと思って、不便は不便じゃん、うん、なんかなんだけど、それって何なのか、なんかメニューだけの問題じゃない気がするんだよね、うん、まあ、何なんですかね、本当に分からなくて最近、それが何が違うんだろうっていうことをすごく感じるというか、うん、これでもね、これ秋元康かなんかの言葉だと思うんだけど、うん、止まってる時計は1日に2回正しい時間を指すっていう、うん、まあそうだよね、うん、午前と午後みたいな、まあそうそうだよねっていう言葉があって、うーん、結局まあ人気、人気って言うけど、はたからは人気に見えてるけど、うん、実際自分の中身っていうのは分からないことっていうのもあるよね、うん、だって例えばそうだな、全然関係ない話何だろう思い出したんだけど、今山田洋次でさ、うん、あのキネマの神様ってやってる、うんうんうん、あれジュリーが主役でしょ、うんうん、なったよね、なった、変わったね、志村けんだったのが死んじゃって、うんうんうん、であんなんだってさ、志村けんが死ななければさ、うんうん、その大役じゃなくてね、ジュリーにその役になることってないわけじゃない、うんうんうん、でそのジュリーって確か何年か 前にさ、自分のところのコンサートでお客さんが集まんなくて急遽キャンセルして、ドタキャンして、うん、確かどっか埼玉アリーナだったかどっか分かんないけど、埼玉アリーナって7000人だかしか集まんなかったかなんだか、でもこんなんでやってられるかっつって急遽キャンセルになったってことがあるんだよね。であれだって、まあ、7000人集まってりゃいいじゃんっていう見るのか、やっぱり違うのかしら、ジュリーとしては、そうだよね、いや7000人ごときで、まあそのいろんな事情があるんだと思うけど、数だけじゃない、でもまあ普通ならさ、まあ、やるはやる、やるはやるじゃん、うん、でもそれをやめちゃう、やめちゃうっていう、うん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 、であの時にそんなジュリーね、何様だっていうジュリーへの批判もあったり、まあまあね、まあファンはさすがジュリーっていうのがあったり、まあいろんな受け手によってね、受け手によって考え方あると思うんだけど、結局ことをああいう、まあ、芸能界の人とかもう本当に待つしかないじゃない。あ、なるほど、そっか、人気商売ってこと、人気商売っていうのは、うん、なるほどね、なんかどう、例えばジュリーがさ、は往年のジュリーはね相当イケメンでかっこいいけど、今は相当ひどいおじいさんみたいな、まあでもそこがまたジュリーらしくていいわ、うんうんうん、いいっていう考え方なんでしょ、
ん、それと一緒じゃない、うん、つまりジュリーは何しててもジュリーなわけじゃない、あ一本筋が通ってるっていうか、うんうん、でそのまあうちならうちも一本筋を通すっていうことが大事なんじゃないかっていう言ってることわかる？わかります。ちょっとなんかまたなんかその本ジュリーはさもっと痩せた方がいいとかもっと踊った方がいいとかもっとこうした方がいいとかもっとヘコヘコした方がいいとかっていうのがあるかもしれないけど俺はこれで行くんだっていうのがあって、でそれがもう例えば急遽志村けんがいなくなった後に代役をやらされるとかっていうこともね、つまりチャンスとよくは、この世はあざなえる縄のごとし、いいことと悪いことは本当に交互に交互に来るっていうことって言うじゃない。だからこの、まあ、僕らだってこのオリンピックがあってオリンピックの前で急遽街の再開発が入って、うん、全部店閉まって2軒あったものも1軒もやってなんとかって言って1軒やってで忘れもしないパルコのオープンの日、いやマジであれ最悪だよね本当、何なのって感じ、ももうひっきりなしに来ていきなり一日本当にそうだよ、もう何百人ってお客さんが来て、でその次の日がさ、うん、忠彦でさ、いやいやそうすごい数来て、ほんとやっぱり数年間辛抱しててもや、まあ開けたらお客って来るもんだなぁなんつって思ってたらね、思ってたらあっという間にコロナで、いやほんとすぐコロナもね、うん、年明け、うん、びっくりだよねほんとに、ですぐ終わるかと思いきや長すぎるよ、まだまだこの調子なわけじゃん再びパルコ再びって感じで、その間に僕らはメニューを変えて、うん、もうスタンバイするっていうよりすぐその場で出せるっていうメニューに変えて、うん、食材も全部、うん、自分たちの食材に変えてね、自分たちのその気に入るような食材に変えて、うんまあ、お弁当クラブやったりっていうようなことやって、まあ、またしても変遷が、うん、この1年半ぐらいで濃厚な、変わってるわけじゃない、だいぶでもそのジュリーの戦略じゃないけど、うん、本当に芸能人の人たち、まあ瀬尾さんの中音楽業界の人もそうかもしれないけど、うんうんうん、結局自分たちのスタイルを貫く、うん、で貫いてそれで受けなかったらもうもはやそれまでっていう、うん、まあ それでもはやそれまでで終わっちゃった人もいっぱいいるんだろうけど、うん、でも少なくともガチャガチャ変えようがないんじゃない、うん、僕らは、うん、だからもうこれでダメならもうそれは仕方ないと、うん、運命運命、うん、逆にずっと流行り続けるなんてことが、いやそれは無理じゃない、無理っていうか、まあ、そういうお店もあるだろうと思うけど、うん、まあね、僕らには無理だよね、うん、いい時もあるっていうかほとんど良くないけど、うん、まあ多少いい時もある、うん、でまあ今なら30人ぐらいしか来てないお客さんで本当だよ、もう渋谷はさでこうジュリーみたいにそれだったら閉めるっていうか、あまあでも閉めてるお店もあるもんね結局さ、うん、それでも、うんうん、うちのスタイルだと来てくれる人が一人でもいる以上は、うんうん、開けるっていうスタイルを通してるわけだ、うんうんうん、だからよく芸能界引退する人とかいるけど、うん、僕らの場合は引退しないよね、うんうん、もうできない日が閉店の日、うん、もう前日まで、ね、粘ってでもいいからやって、それでダメならもう、まあでもさ疑わないと本当にそんな感じだよね、うん、だからその
どういうふうにしたら人気店になるかっていうことを考えるよりも、うん、自分たちのスタイルを、うん、なんかそういうふうには思ってないけど、うんなんかもうちょっとやりようあんのかなって思ったりはするっていう感じ。本当にそれこの最中でもモチベーションを保って自分たちのスタイルを貫き通すっていうことに少なくとも年内は、うんうんうん、それで行くっていうことしかないんじゃないの、うん、なんか そういう意味では、まあ、ちょっと違うかもしれないけどなんかさこんなんだからさお客さんとも距離がちょっと近くなる人、うん、だからよく来てくれる人とかだとさ、うん、本当に渋谷だとさ客数が少なすぎて、うんまあ、でもその中でもなんだろうな、まあ、お弁当クラブとかイカヒコの人たちに限らず来てくれてる人も結構、うんまあ、いるのよ、うん、でそうした時にちょっと距離をさ縮めやすいというか話す時間がさあ余裕があるから、うん、気持ち的にも、うん、なんかそうなるとちょっとずつ、うん、なんだろういらっしゃいませだったのがこんにちはになるぐらいだけでも、うん、なんか違う、うん、というかで、なんかその人がさ、三茶に来てくれたりとか、なんかこう行き来してくれてるのを知ったりすると、なんかやっぱりそう気持ち的にはこう、そういう意味ではモチベーションが上がるところがあるかなっていうのは思うかもね。なんか。まあだからやっぱり、まあ客数がね、うん、あって、うん、売り上げが立たなければビジネスだから、うんそれをビジネスの世界から退場するしかないっていうのはそうだと思うのねだけど続けていく中でやっぱりいい時悪い時があってで今回の場合は俺たちが悪いっていうことでもないと思うしでも僕らの場合だとやっぱりまあ業態を変えて何かをするっていうよりこの豆彦っていうものそのものに何か意味合いがあって、うんうんうん、そうだねもち飲食店っていう、うん、こととはちょっと違うんでしょ、うんうん、で実際このお店やってて、うん、まあ今客数も少ないから、うん、なんかこう何て言うんだろうすごいおっしゃっていうものを出せないじゃない。それはよくいわゆるバズル的な。いやバズるっていうより例えばスタッフの数ももう最小限でやってるから、ね、本当にいざお客さんがドッと来た時にはもうてんてこまいになっちゃうとか。いや無理、うん、実際にそのじゃあみんなでこれショートケーキ美味しいからっつって20個頼もうともしても4つしか作ってないとかだって出ないからね。そうだからそういうこと考えると本当に全然責められないでいるじゃん。責められない、うん、だからなんか責められないでいるジレンマっていうかなんかもどかしさっていうのがあってだから責められない責めきってない自分へのなんかこう自己嫌悪っていうのもあるわけじゃん。責められてない自分なんかなんだよっていうもどかしさっていうか。でもやっぱりこの時期にじゃあ責められるかって言ったら責められないわけだから。責められない。だから結局まあ守り一辺倒のままずっと来てで守りっていうのは全然こうやっぱ攻めにはならないから、うん、そうなんだよな。守りだけやってればいつの間にかどんどんなくこうシュリンクしちゃうっていうか、うん、客数も減ってきてさらに守るようになってって悪循環になっちゃうっていう気持ちもあるけど、うん、やっぱりそれでも守り続けるっきゃないっていうところはあるよね。なるほど。もちろんなんか攻めの一手っていうのがあるのかもしれないし、けどなんて言ったってこの状況の中で攻めようがないから、だから違うお店を出すっていう攻め方もあるかもしれないし、なるほどね。もちろん僕らみたいにこの逆に渋谷とかのど真ん中でやってる店はこの煽りを食らっちゃってるけど、住宅地のお店なんかは案外まだ顕著だ、その健在だったり、まあ、実際三茶店の方がうちここよりも健在ってことあるじゃん。だからもう渋谷店はそういう意味ではもう攻めようがないから本当にもうどうしようもないんだけど、それでもなんかさ十何年渋谷でやってきた
なんかこう最後の砦なわけじゃん、ここまあこれもいよいよ陥落かっていう気もするけど、でもやっぱりある日突然コロナになってお客が来なくなったように、またある日突然お客がもう次から次へと来るっていうこともわかんないじゃん。実際だって宇田川でやってた時だって突然お客さんがもうふっ湧いて出るみたいにして来た時もあったわけだから。やったよ、もう本当に忙しかったもん時もう。だからこれから何がまたあるかわかんないから、もちろんお客が来れば来るでさ、来た悩みっていうのもあって、で来ない悩みもあって、結局いつでも悩みが尽きないわけだから。本当そうだね。だから自分のスタイルを貫く、で自分のモチベーションを下げない、この2つでまあ年内なり一つ区切りをつけてね、まあ来年3月になりどっかのタイミングまで粘って、ダメならあとはそれはもうビジネスだから退場して、その後どうするか。だってビジネスが仮に終わったとしても僕らの人生は終わらないんだから、僕らの人生の中でまた何をやっていくかってことを考えればいいわけだから、今あんまりこの責められないっていうことをこう歯ぎしりするよりは、自分のモチベーションを上げるってことの方が大事なんじゃないかと、ジュリーから学ぶね。なるほど。